はい。皆さん、こんにちは。スタジオアスカのまちゃです。今回はなんですけど、こちらのね、ダイワのですね、タトゥーラ TW400XH っていうなんか名前やったかななんか通称21タトゥーラっていうらしいんですけど、はい。こちらのね、リールのえハンドルについてね、ちょっと解説しようかなと思います。で、なんでこのハンドルをですね、 まあ、カスタムしたかっていう経緯なんですけど、まあ、こちらの映像を見てもらったらわ、えー、かるんじゃないかなと思います、えー、スピニングの方がですねストラディックの 6000XG でのファイトです タトゥーラですねでこの頃ハンドルノーマルで1 1 0ミリですねダブルハンドルなんでねここの長さが1 1 0ミリだよっていう話ですあっきた はい、あちょっと見えてきた。 で、まあ、見ての通りですね 110mm だとちょっと厳しいななんですよで 6000xg のノーマルのハンドルの長さがですねい体 65mm なのでダブルになるとその2倍の長さというふうにねまあちょっと概算で出すとね正確にはちょっと違うんだけど、まあ、65×2 って考えると 130mm いうことでこの 130mm っていうのをねゴメックサスから買ってきましたで色がね合ってないんですけどこれはこれしかなかったからなんですよ 色はね、今後出るのかもしれないけど、とりあえずこのね、ソルティカカラーしかなかったです。はい、残念でしたと。いうところですね。で、このタトゥーラーのね、いいところなんだけど、まずね、分解してみたらわかるんだけど、意外とパーツ点ンスが少なくて整備がしやすい。で、マグシールドを使ってない。そして、マグネットブレーキが結構強い。で、あとは、 ラインキャパがなんだかんだ言ってちょうどいいっていうことと、あと、クラッチを切った時に、レベルワインダーと、このスプールの回転が独立してるっていうことですね。だからこう引っ張り出しても、レベルワインダーが動かないんですよ。ちょうど、両備のバリウスみたいな感じですね。まあ、こうすることによって、割と飛距離が出やすいというか、 レベルワインダーを動かす力を使ってないんで、よく飛びますね。で、これはラインはですね、シマノのですね、ハードブルの5号を使ってます。硬いやつの方が、ベイトは使いやすいですね。で、デメリットっていうのが、そうですね、やっぱね、このクラッチを切るときに動く部品がエンジニアリングプラスチックであるっていうことですね。 なんかこう、稼働が悪くなった時に無理にここをバチッと押したり、押し込みすぎたりとかなんかすると、まあ、経年劣化かなんか知らんけど、割れてしまう可能性っていうのがありますね。部品自体ね、そんなに高くないんで、部品交換してしまえばいいんじゃないかねと思うんだけど、まあ、このパーツもね、あと何年あるのかわかんないっていうのと、あとアンバサダーとか、押し味がと違って、 そういうエンジニアリングプラスチックを多用してますので、なんて言うんかな。やはりね、何度も何度もこう分解して、こうオーバーホールしてっていうのには、向いてないディールになるんじゃないかなと思います。まあ、それこそ、アブのね、レボとかみたいな感じなんじゃないかな。押し味がとかみたいに、分解して、整備して、ちょこちょこ直してっていうのが、ちょっと、 このリールに関してはやりにくいかもしれません。まあでもね、4、5年ぐらいの付き合いだっていうふうなことを前提に考えれば別に、まあ、大したことじゃないんじゃないかなと思います。はい。というわけで、こちらのね、ゴメクサスのハンドルを今回搭載して、カツオとかですね、横は、はたまたカヤックで平正キャスティングとかね、やってみようかなというふうに考えております。んで、竿なんですけど、竿はね、 えと去年はねちょっと遊びでつららのですねアベントゥーラー5っていうやつを使ってたんですけどさすがにですねまあ映像を見てわかるようにですねあのわかるかなあのすよあの下にね潜っていってるっていうか船の下にこう船底にこう潜っていってる時にどうしても竿が短くて。 あの、膝ついて、もう竿を買い中に突っ込んでんですよ。そんな感じでね、ファイトしましたんで、ちょっと竿を考えました。やっぱね、7.2フィートは欲しいってとこなんですけど、ないですよね <laughs>。正直なところ。だから、作りました。えっと、こちらですね。これ、元竿は、ホッツのタイドレジューの 72H です。まあ、H じゃなくても、 M とかの方が使いやすいかもしんないですね。これはちょっとね、後で思いましたけどね。まあ、ボロッチなんか物件が多いから、割とその、元竿のなに中古価格もそんなに高くないし。まあ、あとは、まあ僕がこれを持ってたんですよね。<laughs> で、カヤックでちょっとスピーングで使ってたんですよ。で、これ、まあ何が特徴的かっていうと、 キャストマックスが120ぐらいの、まあ GT ロッドのような、マグロロッドのような、よくわからんロッドなんだけど、グリップブランクスが細くて、それでね、ベイトのリールシートの選択幅がちょっと広がるというか、意外とね、DPS が20を超えてくると、選択肢がガクッとなくなるんですよ。18ぐらいにしたら、 まだ選択肢があるんですね。一番選択肢あるのは17なんだけど、さすがに17が入るようなブランクスの竿はないんですよ。で、まあ、このタイドレジュはね、グリップブランクスは18ミリのものが入るのに、その中で一番強いバワーじゃないかなというところですね。まあ、まあ、そういうことです。はい。だからちょっとこの、この竿がね、たまたまあったんで、これをちょっとベイト化させました。 使ってみたところね、かなりね、タトゥーラーとですね、僕のルアーとの相性が良かったですね。はい。あともう一つちょっと改造しないといけないところがございまして、ちょっと僕の気になる点でもあるんですけど、こちらですね、ハンドルちょっと取りますね。まずこう、こういうのがあと便利です。付属品でね、付いてるけど、あれちょっと使いにくいですね。このドライバーは、 一応、購入先をですね、えっと、概要欄のとこにリンクしときますんでね。まあ、気になる方はそちらから買ってください。はい。これ、純正そのままですね。で、ここから。で、あと、なんか、ここの、なんか、シムというか、スペーサーみたいなやつが、ここにあるんですけど、これがなんか、 いろんな種類あったりするしあとこれもあれ何用なのかななんかトルサーかななんか分からんけどいろいろな方式のやつとかあと、えっと、右ハンドル左ハンドル用両方ついてますはいでここがちょっとね気になったんだけどちょっと取りますねはい中身ねこんなふうになってます ちょっと僕バケツでドボンでね、洗ってるんで。まあ、だからね、タトゥーラーなんだけど。バケツドボンだからタトゥーラーなんだけど。えー、っとね、これ見てもらったらわかるんですけど。ここにあ水が抜ける穴があるだけで、ここにベアリングが一つ入ってます。あと根元にね、入ってます。ちょっとこ、こっちの方を開けた方がいいかな。 でね意外とね水が抜けないんですよね、まあ、抜けないんだけど別にそこがなんかすげえ錆びるってわけじゃないから、まあ、ほったらかしとけね問題ないと思うんですけどはいここにネジがあるんでこれをちょっと取ってみます そうするとこういうふうにね取れます。じゃあここもちょっと取ってみましょう。はい。こういう感じで根元にベアリングでここにもベアリング。この2箇所にベアリングがあります。で最近の例えばシマノのストラディックとかみたいにここになんかベターンとついてんじゃなくて。 ちょっとこう、上に、上がってる状態のところで、ベアリングがあるので、まあ昔のノブよりは、錆びにくいんじゃないかなと思います。ベアリングがちょっと上に、ちょっと上の方で、ついてるんで、こう被せてるんですけど、だから昔よりはね、錆びにくくなってると思うんですけど、ただね、さっきここ、水が抜けにくかったじゃないですか。 あれがなんかやっぱ気になるんですよね。まあ、錆びないとは思うんだけど。で、そこで考えたのがブッシュ化なんですよ。えっ、ー、と、僕のね、改造でおなじみのブッシュ化なんですけどね。えー、まずここは、えっ、ー、と、特にね、シムとかも入ってないですね。ストラディックだとね、この辺にまた入ってたりとかする時があるんですけど、な、これはないみたいですね。で、ここのね、ベアリングの、 寸法をね、測ると、まず外径が7ミリ。大体7ミリ。で、内径が、えっ、ー、と、4ミリ。内径のね、測り方ね、なんかまあ、こんなんでもいいんですよね。めんどくさかったら。そしたら、ここをこうやって見て、 あここ4ミリのところ刺さったなと思ったら「はい 4, 4ミリだね」っていうふうにねまあ測るのもありですはい4ミリで64で厚みが2.5となんでこれってえー、とねシマノのねストラディックあのー、SW じゃない方のそれのハンドルノブのねブッシュと互換性があるんですよ で、ここにシムがありますで。シムがね、2枚入ってます。ここのね、根元に2枚入ってます。で、このシムのサイズがですね、ちょっと特殊でして、このゴメクサスのハンドルに使われてるシムになります。シマノのね、ストラディックのシムとはちょっと違うんですよね。外形がまず違うんですね。で大体ね、 6ミ、mm、リぐらいなんだけど、ちょっと小さめに作ってて5.9ミ、mm、リなんですね。うん。だいたい5.9ぐらい。このぐらい。ちょっとあんまり正確に測れないんですけど。で、デフォルトで入ってるシムの厚さは、まず1枚目がね、これちょっと誤差があったりすると思うんですけど、0.6なのかな ?0.6 が0.5だと思います。1枚目はそれですね。 で2枚目のやつが、んこれも0.6ですね。うん。0.6が2枚入ってます。じゃあちょっと反対側見てみましょう。まあ、ここら辺がね、ちょっとチャイナクオリティだなっていうところなんだけど、まあまあまあ。はい。さっきより太くないですかなんか。0.19。ちょ、ちょっとね、これ正確に測るの難しいんだけどね。 0.10。0.10かな。えーなのでこっち側が0.32があの総,総圧っていうかねこの組み合わせでちょっと2枚同時で測るとまあ0.33。 0.33になってます。で、こっち側が、えー、っと、0.28となっております。うん、これなんだろうな。後で調整したんじゃろうね。うーん。まあ、なんか、なんかチャイナクオリティだなって感じがしますけど、まあ、まあ仕方ないっしょね。そりゃこんな値段だもんね。安いんです。これ安いんです。じゃそこでね、ちょっとブッシュ化してみようということで、ちょっとブッシュを ストラディックから取り出したんですよ。はい、それがね、こちらになります。で、僕ね、19ストラディックとね、15ストラディックの使ってないハンドルが2個あったんで、えっ、ー、と、ハンドル1個からね、ちょっと同じ、えー、ブッシュをね、まあ、引っ張り出しました。で、えー、まあ、それで、まあ、ちょっと組んでみましょうということですね。で、えっ、ー、と、あとはね、あの、注文もすることができて、これ、汎用のブッシュで、 今の23ストラディックですね。現行のストラディックのブッシュも同じブッシュなので、部品の注文自体はできます。はい。これ試しに測ってみると、まあ大体7ミリですね。ただちょ、ちょっと長緩い感じ。で、まあ、ちょっとガバいんかな。4.16。ちょっとゴメクサスのこれで。 チェックすると。若干、若干がば、がばさがちょっとありますね。で、2.5。はい。ということなんで、ちょっとね、がばいんで、2つともブッシュっていうわけにはちょっといかないかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、も、元のハンドルとね、比べるとね、 まあこん,、まあ、こんだけ違うんんですよねこんだけって言ってもねまあたかだか1センチぐらいじゃんっていう差に見えるんですけどこれね5ミリででもねかなななり変わるっていうようよよ次元の話なんですよだからねビッグベイトとかまああとは僕みたいにちょっとダイビングペンシル使ってる人はハンドルをね長くするとより使いやすくなるんじゃないかなと思います。 これだけでも変わります。えー、っと、で、あとね、こいつのハンドルのね、ちょっと付属品の紹介なんですけど、えっと、これ見えますかね ?L って書いてるんですけど、これが左ハンドル用です。で、今僕は使ってるのが、ちょっとこれ、見づらいと思うんですけど、これ R って入ってます。これ右ハンドル用です。あと、こういうタイプのやつですね。これも入ってます。 この手のね、タイプはちょっと僕は当たったことがないんですけど、何やったかななんかトルサとかそういうやつやったかなで、付属の工具がね、これなんですよ。でね、これどこの、どこに合うかっていうと、こっちなんですよね。これはね、ちょっと使いにくい。使いにくいから、ゴメクサス買うんだったらこれがあった方が便利です。あとは、異なる厚さの 金具ですね。0.28、0.58。今僕は使ってる1.2ってやつですね。はい。これはおそらくネジ、ネジのまあ、なんていうかな、その深さとか浅さとか、ナットか。ナット側のなんかその、も付ついてたナットのまあ浅いやつ。例えば、カルコンとか、 まあカルコンよりも押し味側の方がネジの何袋ナットがねより深くなってるしタトゥーラなんかはね結構浅くなってるしっていうところでねそこで書いていただければいいんじゃないかなと思いますというわけでちょっとこれを組んでみようかと思うんですけどねはいでちょっと先ほどね間違えたんですけどこの 0.1mm のシムなんだけどこれはねこれは実はストラディック のの方のでえっと純正っていうか本来入ってたのはこの1.4っていうのと1.9だから合計で0.33なんでまあ基本的にね反対側のやつと同じですねこっちも0.33なんでちゅうことでしたちょっと組み合わせ の数字が違うけど、トータルの数字は一緒になってました。ちょっとすいません。先にね、ブッシュをね、入れる実験してたんで、多分その時に混ざったんじゃないかなと思います。で、とりあえずね、ブッシュなんだけど、これね、ダブルブッシュにすると、さっき見せたように、ちょっとガバいガバクが作ってるっていうか、タイトに作ってないんで、ちょっとね、強度的に難が出てしまうかなと思います。 やはりベアリングの方がブッシュよりは強度が軸受けとしての強度がありますんで、まあただ錆びるっていうね、そのデメリットあるんですけど、なのでブッシュを根元にのみ使おうと思います。まだね、こっちの方が錆びる確率低いと思います。まあちゃんとナスカグリスを 充填させたやつを使ってれば、まあどうせここ、水洗いで、えー、届かないんでね、バケツにドボンして、で、その中でぐる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 回すんで、多分こっちの方が、水もね、切れやすいし大丈夫じゃないかなと思います。ここも下に抜けるんでね。はい。ということでね、そ、ちょっとそのように、 やってみようと思います。ブッシュを下ですね。ブッシュ下のパターンでいこうと思います。はい。で、ブッシュとブッシュ、ダブルブッシュの時、それと、ブッシュとベアリングの組み合わせの時。で、ベアリングとベアリングの組み合わせの時で、実はね、シムの厚さっていうのが変わります。適正なものが変わります。 なぜかというと、ベアリングは少々両サイドから押さえつけても、それでも回るんですよ。なんですが、ブッシュはそうはいかないんですよね。ブッシュは本当触れるか触れないかのギリギリなところを持ってこないと、回転力に難が出てきてしまいます。ちょっと引っかかったような感じになってしまいます。引っかかったというか詰まったというかね。だからなるだけ押さえないように、 ギリギリその触れ、触れてるんだけど、押さえつけてないっていうところを出さないといけません。だからね、シムの調整はね、ベアリングの方ががばく済むっていう、まあ特徴があります。ただ、ベアリングの難点としては、やはり、まあ錆びるっていうのと、あと、やっぱ交換が必要になるというんですかね。やっぱ中のね、あの、気候がね、摩耗していくので、 ベアリングはね、確かに便利なんですけど、海水で使うときに、ちょっと、その錆が強いところとか、塩を、まあのこ、残しそうなところ、まあ、そういうところに使うのは、ちょっと弱いかなーっていうとこですね。はい。ということで、ちょっとやっていくわけなんですけど、まあ、その時にね、一番いいやり方っていうのが、まあ、実際にその厚さ何ミリなのっていうのと、 じゃあ、ミスミでシムを用意するけど、何を何枚用意しときゃいいのとかって話になると思うんで、僕はこういうのを用意してます。これね、まあ、いわゆるエコノミーパックってやつなんだけど、これ、100枚入りなんですよで。1個あたり14円なんで、この0.1ミリですね。えっと、内径4ミリの外径6ミリで、厚さ0.1ミリのやつっていうのを、100枚用意しておきます。これ、 100枚セットなんですよ。で、これで、例えばですよ。元ついてたシムの厚さっていうのが、えっと、0.33でしたよね。だったら、ここで0.3っていう組み合わせと0.4っていう組み合わせの2種類を確認します。もともとが0.3だったんでね。最初にちょっと0.4で、 ちょっとやってみます。これね、ちょうどいいところを見つけようってするよりは、早いところね、アウトを探した方がいいですね。ダメなんです。そしたら、答えはそれ以下っていうことになるんで、範囲が絞れるんですよ。ダイレクトに答えを出そうとすると、まだね、どんだけ増やしていいのかわかんないんでね、明らかにダメなところで確定させるっていうのが、ポイントになりますね。ブッシュを根元に入れて、 上をベアリングに変えたやつです。ちょっともう動きが悪いです。これは多すぎです。だから0.1を4枚は多いという結論が導き出せました。そしたら次に3枚ね。1枚ちょっと減らします。はい、1枚減らして0.3です。この結果でだいたい概算が出ます。はい。これが0.3。 で、見ていただきたいのが、まずこの回転ですね。この回転がスムーズかどうか。はい、回転はこれ OK だと思います。引っかかりがあまりない状態なんで。で、ここですね。この、この動き。これがちょっとね、カクカクしてるかどうか。で、これがね、どこまで許容できるかっていうところなんだけど、これ僕今許,許容できるかなと思ってます。 こういうふうにちょっとこうやってで仮にですねこれがちょっとガタガタしててなんかまずいねっていうような状況だったら0.3でねそしたら答えは0.35付近にありますなのでここがちょっとガタガタしてるなと思ったら えっと、0.05が、をまあ、0. 05増えるような組み合わせにする。例えば、0.1を2枚入れて、で、0.15を1枚にするだとか、もしくは、0.2にしといて、0.15を買うとか。で、そこでやめといた方がいいのが、 0.3を買っといて0.05を買うってやつですね。0.05かなり薄いので、逆に今度釣り道具としての強度がね、釣り道具というか、ハンドルの部品としての強度がちょっと不安になるので、最低0.1にしといて、で、0.05を増やしたいなと思った時は、0.15を加えるっていう風にした方がいいと思います。ま、これは、多分、OK じゃないかな。 はい。OK だと思います。あんまりこここだわってもねってとこなんだけど、明らかにガタガタしてたらまずいんだけど、このくらいでいいんじゃないかなって思います。で、仮にこのガタガタが気になる、まあそんな場合は、えっ、ー、と、まず0.1をですね、まあ抜いてですね、0.1を2枚持ってきます。そして、 元々あったやつの中にですね、これ。これをね、ちょっと入れてみる。だから今、0.1を2枚入れて、で、0.14。これでトータル、えっと、0.34になります。 ま、あこうするとね、今度は、あの、元々入ってた0.33でいいんじゃないかっていう結論になってしまうんですよね。で、果たしてどうなるかですよ。元々ね、0.33だったんで。さあ、ブッシュに変えたら、ダブルベアリングと同じセッティングできるかなんだけど、これ見てください。若干ウドなんですよね。回転力が同いです。 0.34がもうギリアウトっていうか動かないわけじゃないんだけどちょっと良くないですよねまあもちろんガタつきは全くないんですけどでこのガタつきをどこまで許容できるかっていうのがまあ問題になってくるのかなーってところですというわけでこれ今のところね0.1のかける3がまあ大体いいよねってなりましたねで 0.34がアウト。ちょっと0.3試してみましょうか。0.33。ちょっと試してみましょう。これ結構ハマってくると、めちゃめちゃシーム買ってしまうことになりますね。はい。ちょっとこれ、この2枚でいきましょう。この2枚をちょっと束ねて。このノリギスもね、そんなに正確じゃないんだよね。0.33か32かなんかはわからんけど、まあそのくらいのやつ。 これこれをちょっと入れてプッシュ化してみましょうああいやちょっとちょっとあれだなちょっと改善したかなと思ったらうんちょっとやっぱ弱いねだからやっぱ0.3がベストかなとはいということでしたはいでこのままこの 0.1を3枚使うっていうのもありなんですけど、1枚にね、まとめてしまうっていうのもね、ありじゃないかなと思います。で、それで、こういうふうにミスミでね、SIM を注文するといいんじゃないかなと思います。今回ね、あの、30個セットの割と安いやつがありましたのでね、こちらをつけてみこうと思います。0.3なんですよ、これ。 これ袋開けたらもうバシャッと出てしまうのでこういうなんか袋に入れておいてちょっと記録しとくといいんじゃないかなと思いますはいえー、っと0.0.3、まあ、だと思うんだけどねなんか0.29になっちゃってるけどちょっとこいつがなんか正確じゃないんでねこのノギスがちょっとねあんまり精度が良くないでこれを取っと入れてみますでこうやってなんか1枚になんかまとめてしまうっていうのもいいと思います あのゴメクサスの、ね、ハンドルの中でもね、あの、んやったかな、あの、ゴメクサスのハンドルアームに、ゴメクサスのハンドルノブをつけると、シムがですね、なんか1.1ミリ入れないとうまいこと入らんかったっていうのが、まあ過去にあったりとかしまして、その時は1ミリのシムと0.1ミリのシムっていうのを買って取り付けることができました。まあ あ,あ動くしいいかなガタつきもないしうーんやっぱなんか0.28とか29とかになるなまあエンジニアニングプラスチックのねブッシュだからあんまりここで精度を求めてるもんねっていうところなんでしょうけどねはいまあこんな感じですねちょ,ちょっとやっぱりね同じムを入れてもねこっちの方がちょっと緩いんだけどこれはちょっときついかな ここは0.3じゃないのかもしれないね。はい。えっ、ー、と、先ほどゴメクサスのハンドルノブのシムの中に0.16が2枚入ってるところがあったと思うんですけど、そこからちょっと1枚拝借したのと、プラス、こっちの方で0.1ミリのワッシャーってシムをね、用意しました。で、0.26っていう厚みを作りました。 それではね、ちょっとやってみましょう。まずね、ここの動きがちょっと悪いから、これをちょっと取ります。まあ、黙ってベアリングでもいいんですけどね。ただね、ブッシュの方がね、信頼性が高いからね。はい、これが0.26です。で、ついてないこと確認して、入れますと。はい、0.26にしました。 はいいこのくらいもありますねでガタガタうんしないかなしないしない部類かもしれないちょっとしてる気がするんだけどでも全然許容範囲ですね0.26か同じようにこっちも0.16と0.1の組み合わせで入れてみます ちょっとがばかったら0.16に0.19交換します。あ、これはちょっとがばいかも。ちょっとこれカメラじゃ伝わらないけど、ちょっとカタカタします。だからちょっと左右でやっぱ個体差があるんだ、これ。あ、結局なんか純正品にしょ、あ、純正品以はあの、ゴメスカサスのもともとのシムにちょっと頼るような形になりましたね。 はい、えー2。えっと、二つ合わせて0.29。えっと、0.1と0.19を入れます。まあでもね、ダブルベアリングの方が多分シムの調整ってしやすいと思います。あ、こっちの方が収まりいいわ。こっちは0.19がいいです。こっちは0.26やったんだけど、こっちは0.19がいいね。 でまあ、ついでなんでこのナスかハンドル部分なんでねちょっと粘度が高いやつこれをちょっとね入れとこうと思いますはいあとなんか塩紙になったら嫌だなと思うんで ここの内側のねこのね,ねじ山ここにこのナスカグリースのですねミディアムこれをねちょっと塗っとこうと思いますなんかね何も塗ってないからちょっとパーツ痛めちゃうんじゃないかなと思うんですよねまあ防水前提なんじゃろうけど下穴開いてるからねはいあとはこれで 締めますはいこれでね一応、えー、と根元のブッシュ化ができたと思いますいや,やっぱねシム調整難しいです0 1ミリをね買っといてでそれで 0.1mm をまあ入れてできつくなる点っていうのとあとガタガタになる点っていうのを探してでそこで 0.1mm の中でですね ま、その差は0.1ミリになるはずなんで、どっかの段階できつくなって、で、1枚減らすとガタガタになる箇所があったりとかですね。ま、うまくいけば、その、1枚抜いたところでちょうど良くなったりすることもあるんですけど、ま、いたいガタガタになっちゃったりすることがあるんで、そこで、絞り込みですね。で、絞り込みの時に、ま、こういうゴメクサスだったら、ここについてるシムを利用して、 ちょっと組みみ合わせを考えてみるだからこの場合だったら0.04っていうかなえっ、ー、とえっ、ー、と何小数点第2のところが4と6と9っていうのが僕の選択の中では選べてたってことになりますね。まあ0も含めたらそうなんだけど0も含め4つの場合を試すことができたってことになりますね。で の精度が必要かって言ったらそんなこともないんで、だいたい0.03でちょっと変わるかなみたいな感じなので、だいたいこの4つの選択肢が最後に残れば、だいたい調整は効くかなと思います。はい。えー、無事に、えっ、ー、と、取り付けることができました。 うん、いい感じだと思いますはいえー、とビッグベイトとかねあのー、あと平政まさキャスティングないしえっ、ー、と横輪とかねああいう綱系のキャスティングをまあ、ベイトでやろうと思ったらねハンドルはね長くした方がいいと思いますのでぜひえ非、ー、試してみてください 130とかね、できれば140とかあった方がもっと楽になるんじゃないかなと思います。で、あとなぜかなんだけど、なぜかっていうか、まあ、はっきりした理由はわかるんですけど、えっと、ハンドルをね、長くした方が、ダイビングペンシルのダイブアクションもやりやすくなります。これは、ぐっと力入れるときに、ぐっと力が入りやすいから、水面を 滑らずに突っ込むことができるからですね。突っ込ませることができるということです。はい。そういうね、メリットもあります。あとはね、カヤックで平正先アッシングするときに、スピニングリールだと足元にね、パドルとかがあって邪魔なんですけど、ベイトだと上にリールがついてるんで、その分ね、カヤックでの取り回しっていうのがね、すごい良くなります。あと、カヤックで えっとね、自力切断っていうのは結構困難になるんですよ。えっ、ー、と、大体ね、P2 号ぐらいになると、寝がか,かりした時に、手で引っ張っても、カヤックの方が動いちゃうんですね。だから、結構、その寝がか,かりを回収するのが難しくなっちゃうので、できれば、自力切断が可能な1号以下のラインがね、おすすめなんですけど、トップウォーターをやる場合は、そうはいかなくなっちゃうんですけどね、逆にトップウォーターは寝がか,かりがないので、 糸をね、太くできるっていうメリットがあります。もうちょっとスマートに説明できたらよかったんですけどね。まあ、そういうメリットがあります。はい。えー、この動画がね、えっ、ー、と、良かったとか、まあ、ためになったと、まあ、思った方はですね、えっ、ー、とね、チャンネル登録とですね、高評価の方をよろしくお願いします。今度ね、ちょっと中身の方ね、言及したいなと思ってるんですけどね。整備したばっかりなんでね。<laughs> はい。また今年使って、うん、整備することがあったらね、 動画にしようかなというふうに思います。以上です。